はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。アナゴがアナゴを加えております。はい、今日は面白福祉なんですけど、ちょっと面白くない話というか非常に困ったお話、最近電車に乗ってて困ったことっていうね、タイトルでお話をさせていただきたいと思うんですけれども、あのね、これ東横線です。東急東横線ね、なんかね、乗ってておかしいなって思ったんです。思い出したんです。なんか違和感があるな。いつまで経っても私の降りたい駅に着かないっていうか、駅の次どこどこ駅ですっていうアナウンス流れてないじゃんって思ってすごく焦ったんです、途中から。そう、あの車掌さんのね、次はどこ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 っていうアナウンス、あれね、全くなかったんですよ。で、最近東横線なんかは、東横線なんかはっていうか割とそういう鉄道多いんですけど、自動音声でね、次は何々何々でございますっていう自動音声を流す設定になってて、ボリュームがゼロだゼロとかいうことあるのかな、わかんないけどね、電車詳しくないからどういうシステムになってるのか。まあどっちかですよね、車掌さんが駅のアナウンスをおサボりしてたか、その自動音声を流してるつもりだったのに流してなかったのか、流れてなかったのかね。なんか最近東横線はね、どうもワンマン運転が結構ね、増えてるみたいなんですよ。でワンマン運転とかだとね、多分自動音声を流さなければいけないことになってると思うんだけど、そのボリュームとかを確かめておかなかったのかな。もうすごく焦ってね。でも、ちょっと待って、でもこれ降りる駅かわかんない、でもここ時間的にはここじゃないかなっていう駅で、でもどうしよう、ここじゃないかもしれないしなと思って、降りなかったらやっぱりそう、その駅が本来降りなきゃいけない駅で、って私がこうちょっとすごく焦って、途中までで降りかけてるけど降りないみたいなのを見て、どうされましたって声かけられて、いやこれね、駅のアナウンス、どこどこ駅っていう車掌さんのアナウンス流れてないんですよとかって言って、いやすごく困って、とか、次どこどこですかってね、まあ菊名という駅で降りようとしたんですけど、菊名ですかとかって言ったら、次は横浜ですねとかって、やっぱりそうですよね、さっきが菊名ですよねとかって言ってね、一駅結局まあ急行だったので、一駅がまあ3駅分ぐらいになっちゃったんですけど、乗り過ごす形になってしまって、で結局横浜で帰ってこなければいけないことになって、ちょっとね、大遅刻をしてしまったんですけど、反対の電車に乗るのもね、私たちはさらに結構困るし、うまくいかないわけですし、で反対側の電車に乗ろうとしてね、やっぱり慣れないホームとかで、反対側の電車に乗ろうとして落っこっちゃった視覚障害者、落っこって電車に引かれちゃった視覚障害者っていうのも私知ってるので、そういう意味でもね、大変そのアナウンスが流れないっていうのはとても困る、そして危ないことなので、その辺ね、やっぱり鉄道関係の方ね、よくその辺心得ていただけるとありがたいなって思うわけですね。で私あまりにもね困ったので、一応菊名に着いたら、菊名で駅員さん、改札のね、お姉さんがやってましたけど、改札の方に言いました。実は急行乗って
菊名で降りるはずだったけど、どこどこ駅ですっていうアナウンスが流れてなかったので、私菊名で降りられなくて横浜まで行ってそれで戻ってきたんです、ね、とっても私たち視覚障害者には困ることなんでって言ってる、大変申し訳ございませんって言ったけど、多分ねそこまで困ることになってるとはやっぱり思ってない言い方だったんですよね。なんかまあせめてね、再発防止に努めますとか、乗務員にこの話はシェアしておきますとか言ってほしかったんですけど、うん、多分この感じだと申し訳ございませんって私だけに言って終わりかなって思うような言い方だったんで、ちょっと残念だったんですけどね、うん、でも本当に私たち視覚障害者は、まあ、言ってみればあのアナウンスだけを頼りに電車に乗ってますから、うん、ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけど、でもまあそう言って過言ではないですよね。だって今ドアの上にどこどこ駅とか表示出ますけど、あれも見えないしね、なんか止まったらうんって外見て、ああどこどこだっていうふうにも降りられないし、うん、なので、はい、鉄道関係の方聞いてたらその辺困るのでよろしくお願いしますね。はい、ということで今日は最近電車に乗って困ったお話でした。チャンネル登録やいいねボタンもよろしく。アナちゃんでした。